はいどうも、ひげちゃんでございます。今はもう3時半ですか。今日はですね、2月の6日の火曜日、今ね、東大阪に釣りに向かっております。今日は祭りスタートということで、今日の釣り地は東大阪ですけども、行き先は不明です。本当に不明です。僕は本当に知りません。行ってからのお楽しみガチャでございます。昨日のね、おそらくなんか雪の影響でちょっと行ってみないと何とも言えないみたいなんで、日本全国ならどこでも行きますよと。国外へはちょっとパスポートを持ってきておりませんので行けませんけど、別に歯医者が夏やったというわけでもなく、もう本当にそういう状態みたいなんで、とりあえず行ってみて、決まったところでね、ちょっと輸送したいなと思います。はい、ボツでございます。いや、スムーズ着いたらね、パレットもバッと、積んでいただきました。行き先はで、埼玉でございます。埼玉一箇所卸で、いや、今日ね、別の会社の方とね、二台口なんですけど、その方がですね、もう何々ですでね、もう僕積んでるところに来ていただいてね、もうめっちゃ丁寧に挨拶していただいて、なんとかの会社の何々です言うて、いつも見てます言うて、視聴者さんやってめっちゃ笑ったわ。はい言うてご丁寧にみたいな感じだったら、いつも見てます言うてありがとうございます。でその方がね、僕の今積んでるところちゃうかな、同じところ行くんですけどね、ここの積み地は何度か来たことあってね、もう本当仕事スムーズで、もう行き先わからんくてもね、積みとかめちゃくちゃ早いの分かっとったからね。ということで、今からね、埼玉の方向かいますけども、昨日はね、もう本当雪でもう通行止めいう時に、僕はたまたまね、日曜日仕事をしてたんで休みやったんですけどね、もう仕事にならん状況でしたわね、昨日は。今日はね、とりあえず、圏央道とかまで復活してるので、さっき見たら細かいところまでね、どうなってるかっていうのはもう一回見ますけど、ある程度までは普通に行けるんじゃないかな。中央道がね、通行止めまだ続いてるんで、多分交通量は多いと思いますけど、ありがたいことにね、これね、走り切りで OK 走り切りで OK なんで、寝床探しもね、苦労することないのでね。無理っぽいな。いたと東名赤塚でございます。やっぱね、多い交通量多い。とりあえずご飯食べていきましょう。はい、ということでございましてですね、ここは東名の赤塚パーキング上りでございます。久しぶりでございますね、ということで、カツ丼と、ラーメンのセットでございます。はい、こっちのね、ラーメンは塩系でございますね。塩ラーメンでございましてですね、ここのスープがね、うまいのよ。で、塩やからね、ちょっとあっさりしてるんですけど、ほんとね、味のない塩ラーメンのスープとかあるじゃないですか。全然あっさりはしてるんですけど、ちゃんとコクあってね、うまみもあります。はい、ここのね、塩ラーメン好き。カツ丼でございます。ご飯は無料で大盛りにしていただけますよ、ということでございます。ここはね、ラーメンのセットが、ちょっと割引で、丼はね、カツ丼と、ガリペッパー丼、ガーリックペッパー丼かなと焼肉丼とラーメンのセットがね、ちょっとサービス品になっておりますよ。はい、ということでございましてですね、カツボリュームあるんですよ。ここはね、いつもね、カツ食べるかな。ご飯もね、ぎゅうぎゅうに詰まっておりましてですね、メニュー見てふと思ったんですけど、僕ね、たまに下りでね、東名の三方原行くんですけど、あそこのね、食堂となんか漢字が似てるから、系列が似てんのかな。はい、いや、ここはね、メニューも豊富、他にもね、いろんながっつりメニューありましてですね、今日はスープがうまいから汁も飲んどんのかと思いますけど、それだけじゃなくて、実はこれが見たかった、おこつこってなわけで、お腹いっぱいごっつおさでした。さあ、ということで、今通行止めなのが
まあ首都高はね、首都高関係ほとんどまだ通行止めですね。湾岸線とかね、あの辺りはなんかちょっと通ってきてますけど、山手トンネルとかね、あの辺はまだ全然通行止め。外環だけちょっと通ってますね。外環が通ってて、ただね、ちょっと東京インターから降りて下道走って外環まで行くか、圏央道は通ってるんで圏央道を通って、どうやったかな、あの岩槻とかあの辺ぐらいで降りた方が近いかな。まあね、あの中央道止まってるんでね、ここは藤枝のパーキングか、あの多いよね。もう中央道止まってるから、こっちみんな流れてきてるのもあるからね、パーキングも多いね。だから飯だけね、あのちょっと遠目一瞬入って赤塚でね食べたんですけど、とりあえずね、もう一発ぐらいちょっと止まらんともういかんもんでね。まあ多分それはもうどっか隅っこの方とか、もう枠外で止まるしかないと思うんで、まあそっから12時おっこちぐらいでもう現地そのまま行っちゃおうという感じです。今日降ろしたらね、明日決まってても、明日は群馬から大阪向けの荷物なんで、終わったらそっちの方移動しときますさ。いや昨日ハマってた人はね、大変やったよね。もう身動き取られへんもんね。まあ、関東行く荷物積んだはいいけど、もう行きようがないから手前止まってる人もいっぱいおったやろしね。もうそんな中、朝ねワイドショーみたいなやつ見とったら、いまだにあのノーマルでとかノーマルで立ち往生しちゃいましたとか、タクシーまでノーマルやったのね。あれ何考えてんのね。いやタクシーの運転手さんって、ね、そのタクシー会社やよ。いやそりゃ都内でね、あのスタッドレスで、ね、その年1回2回の話やいう話かもしれんけど、じゃあ出すなよっていうね。交通機関止まってるからさ、バスとかタクシー待ってる人とかおるやんね。そタクシー長蛇の列で待ってるのにさ、そこにさノーマルタイヤのタクシーとか来んねやろ。それを待ってるってもうカオスでしかないぞこれ。本当に乗ったはええけど、そのお前たどり着けんのかよ話やん。いやそんなんかぐるぐる回ってんのかな、怖い話よ。いや今ね足柄でちょっと休憩してるんですけど、すごくないですかこれ。足柄でこんな雪あんねや。ここね、駐車スペースなんですよ本当は。雪避けたらこんなんがいっぱいあるんやけど、そのおかげで駐車スペース空いてるか混雑か満車かってこうパーキングの入り口にあるんですけど、これを空きと判断してんやろね。パーキングのね、スペース空きになってんのよ。ほらね、実際はねそんなことなくね、いつも通りパンパンです。枠外、僕も今枠外止めてますよ。もう枠外までパンパンです。もちろん1時間限定なんて無視ですよ。もうパンパンです。すごかったよねやっぱり。このあったこれ反対の下り線の渋滞がえぐいよこれ。ずーっと行ってるもんこれね。今ね右ルートがね閉鎖してるんですよ。左ルートしか多分行ってないのに、その左ルートの途中で事故ってて2車線規制してるのよ。すげえよこれ、何十キロなってんやろこれ。ようやく関東からね脱出できるわっていう時にも、これは本当お疲れ様ですよ。すげえよねこの横町のホテル、タイタニックとジュラシックパークの時代に作られたっぽい感じの、なんかもうあの当時の空気感が色濃く出てますわな。うわぁいやね、まあここ一番右の車線まで移動しましたけどね。もうねパーキング溢れすぎてさ、そこの雪のある路肩にまでもう止まってんのよ。ほらさすがにちょっとね、ここはあれやね、横浜青葉のジャンクションのところ、まあ、車この辺もね止まったりしてますけど、今日はねこの先まっすぐ行っても、東京料金所が抜けれないんですよ。だから湾岸地線だけねちょっと通ってるから、みんなねここで12時おっこちして湾岸線回って、まあ、千葉方面とかね入っていく人が多いと思うんで、今日はね
あっちが渋滞渋滞してるから、いやめちゃくちゃ危なすぎてね、ちょっと一番右吸い取ったから寄りましたもん。まだ広告のパーキングが出てくる車とかでもごっちゃ返そうだもんね。今今度はこっちでビタ止まりだよ。もうちょいや、もう今ねなんか渋滞止まったとこやけど、今ね2車線止める事故が起きてるわ。もうあとね 500-600m なんで、焦っちゃいかんよ、焦っちゃ。これさっきから出てた事故か。いやさっきからね2車線の事故は出てたんですけど、渋滞はね全然してなかったんですよ。うわガードレールぶち当たっとる。マジか、これはドライバー12時落っこちで車がバーッと来たから今渋滞ねちょっとバーッとした感じかな、ちょっと前から確かに出てたんですけどね、渋滞はしなかったけど、いやこれ雪はないけどね、やっぱ路面は濡れとるからね。今ね外は3度ぐらいか、まあ、油断したらいかんよねこれはね。こう路面完全に濡れとるからね、もうちょっと下がったらこれ凍結したりすることもあるからね。こちら環八通りでございます。雪はほとんどないですね、まあ、ちょこちょこ残ってますけどね。あれね、あんま通ることないけど一番右通る中でね、なんかお邪魔と分かっておりますけど、そういうなんか標識で指示が出ておりますから。はい、おつでございます。何時今、1時50分。荷下ろし完了いたしました。もうめちゃくちゃスムーズいやもう待ちもなくてね、ささっとリフトの人来てくれてパパッと下ろしていただきましたけど、いやー大変やね。ちょっと裏道とか入ったらめっちゃ雪残ってるわ。やっぱりここ浦和の方なんですけどね、もう雪の影響でね、もう夜通しちょっとせなしゃあないんかな。もうあとなんか僕以外も10台ぐらい来るとったで夜中に倉庫パンパンやよ。いや雪でね、運べてない荷物がバーッとある程度一気に来ちゃうからね。もうそうそう、結局ね物の流れってこうやってアナログなのよリアルな話ね、まあ、雪の通行止めがなくなってね、動き出したからもう全部万全っていうわけじゃなくて、このね後のことがこう結構大変なのよ、溜まってるやつが。まあ、年末年始のね休み明けとかでもそうですけど、滞留してる荷物がドッと来てそれをさばきるまでが大変なのよ、こういう時っていうのは。だからほんまね、物が来えへん言うてね、怒らんとってな斜め左カメラでは分かりにくいかもしれないですけど、めちゃくちゃ霧が濃いんやけど全然見えへん。ちょっとハイビームにしてもこんな感じやね。おはようござんす。ヨリーパーキングで寝てました。まあ、朝起きてね、ここの豚丼ね美味しいからがっつりやからねと食べようかなとか思ったんですけど、もうギリギリ前寝とったからもう今から釣りに行かなか、もう12時回ってます。はい、まあ昼一で入ろうかなと思ってね。ということで、まあ、群馬から大阪向けの荷物なんで、まあちょろっとね、どんなバラかパレットか何か全然わかりませんけどとりあえず行ってみようと思います。もうよう寝て元気いっぱいどんとこいでございますよ。はい、おつでございます。積み上がりでございます。2時30分やね。まあ、ここはね群馬県の安中でございます。安中お前の愛の火はまだ燃えているかい。でおなじみの安中でございます、ということでね、いや焦ったね今日ね。フレコンなんですけど、フレコンバッグ、まさかの自分済みまさかの自分済み。
なんか先っちょにねクレーンのあのフックみたいなのがついてる変なリフトで積むんやけど、これきっとどうしようと思って。ちょうどねたまたまね同じ会社の人がね荷台口から入ってたんですよ。でその人もフレコンバッグ初めて積むわ自分でとかっていう話だったんですけど、リフトはある程度慣れてはるみたいから、もう2人で協力してパッパッと終わらせましょうか言うてで僕の方が前やったから、ちょうど着いたのがちょうど僕がちょっと早くて、で僕も手伝うんでパッパッと2人で終わらせましょうという交渉をしでいやもうこれねめっちゃ汚れるから僕やりますわ言うて、で全部リフトはやってもらいましたその代わり真っ白けになりましたまあ卸も自分やったらもうせなしゃあないなまあ大阪向けなんですけど、まあとりあえずね、まあ、あん中といえばアカシアですね。アカシア一回行きたかったのよね。もうちょうど近くやったから、もうご飯とあそこシャワーも浴びれるから、もう飯食ってシャワー浴びてでパパッと帰っていきましょうか。おおいいね。あなんか汽車があるうわめっちゃ汽車ある、めっちゃ汽車ある、めっちゃ機関車止まってる、すげえ。カシアちゃん到着です。防水確率 20% です。さあこのね山の中に、昭和の風情たたずむこのアカシア大衆食堂アカシアさんでございます。もう昭和の雰囲気プンプンでしょ、ほんま。いやたまりませんね。ということで一度来たかったんですよここね。メニューはね、こんな感じで、いっぱいありますけども、さあ何いただこうかなという感じなんですけど、まあまあ決めておりましたけどもね、ここね豚生姜焼きともつ煮、これをいただきたいなと思います。はい、いやもつ煮もたっぷり入ってますね。はい、お味噌汁、あこの煮物がたまらん。お漬物うまそう。ご飯も蓋付きのやつ、ご飯大盛りでございます。はい、いい盛り具合してますねこれね、たまりませんねということでございます。はい、今回ですね、この豚の生姜焼き定食、はい、この煮物と味噌汁とご飯、でそれご飯大盛りにしていただきましてですね、でこのもつ煮をね単品で、頼ませていただきました。生姜焼きが900円、ご飯大盛りで、プラス100円かな。でもつ煮の単品が450円ですけども、これたっぷり入ってますわね。えプリップリのもつ、このね味噌のスープ、お出汁がですねいい塩梅なんでございますよ。いやほんとね。でこれ野菜もねいろいろなもんがたっぷり、人参、根菜系ね、大根、ごぼうも入っとったかね。でこのプリプリもつと、でこのネギが効くね、ネギが、うん、ネギがええ味出してますわ、シャキシャキの。味噌汁もね具沢山、お豆腐いっぱい入っております。はい、でこの漬物もすっごい美味しかったね。これあれかな、カブかな、カブの葉とカブの漬物とか入っとったんかな、白いやつね。でもこれねもつ煮がもう食っても食ってもなくならんぐらいちなみに単品はねなんか定食よりも少ないと、多分これでも少ない方らしい。でこれね、お芋ちゃん、里芋ちゃんってね子供の時から比べたら食材ランキングとしてはね一番上位に上がってきたんちゃいます。もう爆伸びですよ。もうね小学生の時はね里芋ちゃんって、ね、670位ぐらいやったんですけど、食材ランキング今ね7位ぐらいに入ってきてますね僕の中では。なんやかんや言うてね最近やっぱよくあんまり食べない煮物とかそういうのが恋しゅうなってきておりますけども、いやー本当にねこの山あいにねそびえるこのね大衆食堂たまりませんわということで、ご飯もいっぱいいただきました。また来たいね、お腹いっぱい、ごちそうさんでした。落ちた。こんな感じ。いやーこの辺ね鉄道が通ってるし、汽車のね
SL 機関車のなんか博物館みたいなもあったしね。峠の釜飯とかもね、よう売ってるから、やっぱり汽車とかでね、栄えたんでしょうね。いやなんか風情があって、いい景色やわ、この線路沿いを通るのって。ということで、どこやった松井田妙義やったっけ。あ、そっから乗って、上信越久々に帰っていきましょう。もうこっちの方はね、通っております。まあ首都高はまだね、一部あの最終チェックでまだ通行止めがあるみたいですけどね、まあ順次解決していくような感じみたいです。高速乗るのに最後高速乗るのに何周やなこれ。めっちゃ上るやん今日ね。13トン500なんですよ。もうカッツカツだからね、もうとっとと高速乗って帰りますよ下道でね、峠越えて行ったりできんやろうけど、もうしんどい登れへんもんこれ。綺麗やけど登らんこれ上信越ない時はみんなね、止水峠とかね行ってたわけやもんね。止水峠も旧道とかもあるんやもんね。それを考えたらすごいよな。大先輩方に言わせればもうほんまね、ケツの青いやっちゃーいう感じですわ。ほんまに贅沢なとこ通りやがってよーいう話ですよ。本当にありがたい話やね。便利になりましたよ。はい、おはようございます。タガで飛ばれてました。あ、今朝の7時です。はい、おつでございます。ということで、荷下ろし完了してね、今もう会社へ帰ってきました。まあまあ、着いたらね、ちゃちゃちゃっと下ろしていただきましたんで、もうその辺はね、良かったんですけども。まあね、フレコンバッグの下ろし、まあ下ろしでもね、まあちょっと見てるだけじゃなくて、ちょっとまあ下ろしでね、作業があるんですけど、これがね、ちょっと、危ない部分もあるんですよ。これね、フレコンはね、フォークで、大体運転手さん分かると思うんですけど、フォークで下ろすことがほとんどなんですけど、実はこれね、法律的にちょっとグレーというか、なんやったらあかんかなというような、実はそういう現状なんですよ。よくあるパターンが近づいてきて、で、ここの、フレコンってこう手提げ袋みたいになってるんで、ここに通して、ちょっとね、袋がでかいんですけど、まあとりあえずね、こう入れて、で、こう吊り上げる。吊り上げたらこんな状態になるんで、で、こう下がって、で、運んでいくというような感じなんですけど、本来はね、袋をこうやってこう、穴を広げて、こうすれば、いいんですけど、やっぱね、こう、ちょっと補助的な感じで、やっぱすることがやっぱあるんですよね。で、その際、しっかり声かけして、オッケーみたいな感じでやるんですけどね。まあ、ほんとここに、この袋の、取っ手と爪にね、指が挟まれて、そのまま持ち上げられたら、ほんと1トン近くあるんで、こういうのは。指がほんと潰れてしまうというような感じなんでね。もうかけたらもう離れるみたいな感じで、したいはするんですけどね。これが非常にね実際はですね、フォークリフトで吊り上げるっていうのは法律上禁止なんですよ。で、なんか下にね、垂らし書きみたいなんで、労働者の危険が伴わなければその限りではないみたいなことが書いてあって、で、これ何もついてないフォークでやるのは本当に完全にアウトで、じゃあ大体ね、ここにね、滑り止めとかがついてるんですよ。まあ、言うたらこうやってこう急ブレーキペッて踏むとスルッて抜けてしまうので、一応これをここにね、滑り止めとかがついてると一応グレーなんかなこれで、このフォークにこう刺してクレーみたいな、今回ね、積んだ時のやつはもうそれ専用のなんかフォークリフトでもうクレーみたいなのがついてるみたいなやつだったんですよ。で、こうアタッチメントみたいなんでこう刺して、ここの下に
クレーンがついてるみたいなやつもあるんですよ。なぜかね、あの何にもついてないやつでやるっていうのはもう完全に NG なんですよ。だからね、このフレコンバックの仕事ってね、本当めちゃくちゃ気つけながらやってるんですよね。ということで本日も安全作業で、とりあえずは終わりました。ということで今日はこの辺で終わっとこうと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイナ。皆さん安全作業で。全国の女子高校生の皆様お待たせいたしました。天才ぼやき様の登場でございますわよ。ぼやきからの最後のお願い、高評価ボタン、チャンネル登録絶対お願いいたしますわよ。